ネットで出せる。電球の交換。このタイプの電球の交換方法です。ソケット側はこのようになっています。この部分に、この部分を差し込んで右に少し回します。外し方はその逆で、左に回せば外れます。予備を買うときはこれ GU10 というタイプです。こういうタイプもあります。このタイプ GU5.3 の交換はひねる必要がなく、引っ張って外し押し込んで取り付けます。照明器具をこれから買う場合はこのタイプはおすすめしません。この飾りの部分が邪魔で、電球の交換取り付けがとても難しいからです。飾りのないこういうシンプルなタイプがおすすめです。ネットで